フレッド。どうした、久しぶりに会ったっていうのに浮かない顔だな。いや、こんな早くにお前と当たるなんて意外だなって思っただけさ。まあな、どうやら形上はトーナメント方式の大会みたいだからな。誰とどこで出会っても不思議じゃないさ。まあ、もっとも俺もお前とはもう少し後で戦った方が気分的に盛り上がったんだけどな。そうだな、ここで俺と当たっちまうとお前のレースもここで終わりだからな。相変わらずだな。でも運が悪かったのはお前の方だぜ。ちょうどバックブレーダーもこの勝利で星が一つ増え、記念の勝利をお前とのレースで飾らさせてもらうことにするぜ。そんな強がってていいのか。今回はサポートしてくれる仲間もお得意のデータ分析も使えないんだぜ。そんなんでマグナムに勝てんのか。どんな状況下でもパーフェクトに勝利する、それが俺たちアストロレンジャーズさ。パーフェクトね。じゃあ悪いけど、そのパーフェクトな勝利ってのに早々と傷をつけちまうことになりそうだな。結果はレースが終わればわかるさ。あまりここで無駄話をしていると俺の計算が狂うんだな。そろそろ始めようか。ああ、俺はいつだって準備 OK だぜ。 OK、 それじゃあクールに行こうぜ、ゴーセイバー。計算通りパーフェクト。3周目マグナン。計算通りだ。ま、正直お前相手にここまでパーフェクトにできるとは思ってなかったんだがな。くそ、なかなか楽しめるレースだったぜ。サンキュー。サンキューじゃねえよ、こっちはここで終わっちまったんだからよ。もう納得いかねえ。まあそう熱くなんなよ。お前とのレースもここで終わりってわけじゃないからな。本当の決着は次のグランプリでつけてやるよ。ちくしょう、見てろよブレット、次は絶対負けねえからな。オッケー、期待してるぜ。マグレでも俺に勝ったんだ、無様に負けんじゃねえぞ。Thank you.
相手か。見たことないやつだな。日本のレーサーか。おお、俺は世界一のレーサー一文字豪輝だ。そうか、頑張れよ世界一くん。ちょっと待て、お前絶対バカにしてるだろ。ああ悪いな、お前の相手をしている暇はない。レースがしたいんだったらもう少しレベルの近い相手を探した方がいいぜ。だから世界一だから誰でも OK なんだよ。日本のレーサーは相変わらず騒がしいやつが多いな。そんなに熱くなるなよ、クールに行こうぜ。わかった、クールでも何でもいいからさ、勝負しようぜ。お前本当に俺とやるつもりか。見逃してやるって言ってんだぜ。さっきからその態度気に入らないな。だいたいそういうお前こそ本当に早いのかよ。少なくともお前よりはな。それにこんなレースで勝って星を増やしたところで何の勲章にもならないんでな。あー、ますます気に入らないな。そんなこと言って本当はそっちが怖いんじゃないのか、俺に負けるの。人が親切で言ってるのに分かってないみたいだな。仕方がない、そんなに言うなら相手になってやるよ。そうそう、初めっからもったいぶらずにそうすればいいんだよ。まったく。その代わりやるからにはどんな相手でもパーフェクトに勝利するのが俺のやり方なんでな、悪く思うなよ。そっちこそ負けても言い訳すんなよ。計算通りパーフェクト。4勝目。ゲゲ。別にそんなに驚くことじゃないだろ。驚くことだ、俺は世界一なんだぞ。そうか、じゃあ残念だったな、世界一のレーサーなのにな。本当だよ、まったく。お前もしかしたら自分は世界一じゃないのかもとか思ったりしないのか。え、どうして。いや、もういい、先に行くぜ。ちくしょう、なんで負けたんだろう。